昔々、邪悪な悪魔によって世界は絶望の淵に立たされていた。しかし二人の勇気ある若者によりその絶望も希望に変わろうとしているのであった。ほら、あの先が花だよ。本当だ、竜の形してる。すごい、よくあんなの見つけられますよね。クリス気づかないで通り過ぎるとこでした。まあまあな、そういうの得意だから。地頭がいいから。地頭いいんですね。へえ。あ、あれと写真撮りましょうよ。地頭いいし顔もいいよな。お、そうだな、写真撮ろう。撮ってやるから前に行けよ。笑えてます？こうかな。へへへ。おいおい、表情が硬いよ。もっとリラックスリラックス。あ、あのドラゴン入れてくださいよ。前に頼んだ時クリスしか映ってなかったんですから。ふざけないでくださいね。大丈夫だよ、ドラゴンも入れてるよ。むしろドラゴンしか入ってないよ。はい、交代。え、ドラゴン入ってるんですよね。交代ですね。下から撮るんだぞ、足が長く見えるように。いや、もともと長いけど、さらに足が長く見えるように。あとドラゴンがちょうど上に来てポートレートで俺にピント合わせて、ドラゴンが少しボケるように。わかりましたよ、うるさいな。とりあえずドルチャスの顔がボケるようにだったかな。あと顎のあたりがシュッと見えるように加工アプリで加工して。まだ言ってる。ワープゾーン。